ハークコミンだよ、研究生みみょんです。今回は島村4000円分で秋のコーデ組み合わせてみた。おお、また初メンツだね。ね、確かに。今回どのメンバーが選ぶか今から決めないんですけど、はい、なんか案ありますか？いいですか？はい、いきます。ハークコミンです。おお、なんで？あんまり確かにないじゃん。なんかラブトキさ、好きじゃん。そう、大好きなの。ね、ラブトキ着てましたよ。マジで？いいね。ラブトキでいいっす。なのでココミン選びたいと思います。おー、イエーイ。小6に選んでもらうなんて初めて。確かに。なーちゃんがココミン、はい、ヒヨリンがリノン、ココミンがヒヨリン、リノンがナナ。おー、じゃあそれで決まり。おめがさ、なーちゃんが選んでくれるでしょ。うん、なーちゃんのサイズじゃダメなんだよ。そうだよね。そう、予想します。150。え、160です。 OK です、覚えておきます。ほぼ160。142、142です。142もあんの？え、見ないよね、あんまり。120でしょ。はにゃにゃ、ほんと1m もないじゃん。はにゃにゃ、そんな鼻が泣けなくていいから。え、だから150、140でお願いします。なーちゃんは140はあると思うんですよ。あるもんすよ。やばいな。100は130か140。本当に大丈夫？ BB サイズとか大丈夫、大丈夫。きついけど。4000円分なので上下と小物を変えたら1人4000円ってこと？1人4000円っていいんだよ。ということで今から早速買っていきたいと思います。はい、せーの、レッツゴー。キッズを見てるのがすっごい恥ずかしいんですけど、こんなでっかいやつがめっちゃちっちゃいスカート見てるんですけど、本当に恥ずかしい。でもちょっと一個いいの見つけたんで、ボトムスを探します。え、かわいい。着てほしすぎる。ココミン何が好きなのかわかんないけど、なんか秋のコーデだからおしゃれにしたいなと思ってるんですけど、まずアクセサリーから決めたいんですよ。どこかわかんない、アクセサリーコーナー。待って、どうしよう。あ、これかわいいじゃん。リノは足を出してるイメージがないよね。秋だからこういうのかなと思うんだけど。え、かわいい。え、待って、やばい、マジかわいい。どうしよう、えぐい。どうしよう、ナナの服を選ぶってめっちゃむずい。子供服どこだろう。ナナはやっぱスカートっていうさイメージがあるんです。え、ありますよね。ちょっとアクセサリーいきます。できました。私はココミンに買ったんですけど、うん、まあ、ココミンといえばの色をスタッフさんに教えてもらったので、それも加えて、しかもあんま着ない系統を選んでみました。いいね、新しい。私はリノンに買ったんですけど、何？怖い。まあ服自体はすごく可愛いです。サイズ感の問題。私はヒヨリンに買ったんですけど、結構私のセンス出ちゃってるかなっていう感じ。ココミンっぽい服？ココミンっぽい服ではないかな。結構ね、新鮮っちゃ新鮮だけどぽいっちゃぽい、楽しみだね。私はナナちゃんです。ナナちゃんといえばのものとか色とか見てきたので、うん、楽しみに楽しみだね。していただけると、うん、皆さん秋コーデっていうの忘れてないですか？忘れてない。待って、秋これもはい、はい、ってことで今から交換したいと思います。いい、せーので、みんな一人一人、なんかおかしくない？めっちゃ可愛い。みんなめっちゃいいよね。めっちゃ可愛い。うちとか可愛い。なんちゃんの髪型おかしくない？欲しいよね。ママ一旦置いとこう。あ、皆さん見たいですよね。見て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 。見せません。あ、見せません。見せません。よ、せーの、ドーン。あれ、なんかこれだけ、なんか、はい、あ、なんかこれ、やだ、可愛い、可愛い。こんな感じです。ポイントを紹介していきたいと思います。はい、ポイント丸1、かわいい、ふわふわ。
これなんか冬っぽいんですけど、まあ、秋もいける。女の子燃え袖とかしちゃって、燃え袖しちゃって、これだけだと秋って感じがなかったんで、このねズボン怖いよね。ベルトもセットでついてて、うん、セットなんだ。スコッパ、スコッパ、コスパやばい。コスパもめちゃくちゃいいので、うん、いいなと思って買いました。かわいい、似合ってるよ。かわいいんだけど、これ何最年少なんで、メルプチの、うんうん、やっぱりツイッターとかしちゃって、やっぱファンの子もこういうの待ってたんじゃないかなと思って私が叶えさせました。毎回の撮影でこれつけてもらって、あいいね。ちょっとないかな、大食いとかで、大食いとかでいいかも。食べるのだって大丈夫なんで、そういう時はこれ、じゃあガチでこれつける。うん、つけて、うん、マジか。うん、次はひよりん紹介する。私はひよりんちゃんのコーデを組みました。イエーイ、かわいい。可愛いじゃん、うん、1点気になるって。とりあえず紹介を残します。はい、まずこれがプレイっぽい、はい、の生地がすごい、ね、そう、生地めっちゃかっこよくない？可愛い。なので、うん、コスパがいいっていう、うん、このね、太いベルトがね、結構スタイルアップ効果みたいな、怖いよね、流行ってるしね、こういう、うん、今回全体的にね、なんか大人っぽく仕上げたなと思ったので、こんな感じにしたんですけど、大人っぽく、可愛い、可愛い。でこちらなんですけど、このベロー生地っていうんですか、うん、秋を表現してますよっていう。秋、こちらのネックレスもこれセットなんだよ、ね、ちなみに上下キッズものです。イエーイ。これさ、赤ちゃんサイズなら入ったんです。すごいね、本当に可能なんですよ、うん、こちらが一番のポイントなんですけど、一番気になる、可愛いんで買っちゃいます。ありがとう。いいよ、とても可愛いですね。撮影でつけてきてね、撮影はちょっとわかんないけど、うん、なんかスキピニャーときとか、確かにちょっと男の子とデートするときこれつけてくわ、多分一目で惚れちゃう、ね、惚れちゃうね。ということでこんな感じのコーデです。イエーイ。次はココミ、あ、じゃあナーチが紹介です。はい、まずこんな感じです。あ、みんな拍手、イエーイ。かわいい色物、なんかココミンといえばやっぱり緑って感じがするので、上はちょっとダボっとした緑に、マジでかわいい。でこの一番お気に入りのところはここのハイネックになっててモコモコなのがかわいい。美味しそう、そう、美味しそう、食べる食べる。でこのズボンはあんまり履かなそうなイメージ、みんなが好きそうじゃん、かわいい、かわいいでしょ。アクセサリー紹介します。本当にキラキラ入ってて可愛い、キラキラでーよ。コミンは金が似合うと思ったので、うん、金にして、これも金にしました。小6が考えてくれた、すごいよね、すごい、マジですごい、天才。こんな感じです。次みなさん、ラスト、はい、わかると思うんですけど、まあ、秋っぽいじゃないですか。一番秋なんじゃない。ポイントはまずリノンは足を出さないイメージがあるから、だからスカートにしたの。スカートが可愛いの、はい、ハイストのな、で足長効果もあるし、可愛いねこれ、そう、色も可愛いの、秋っぽくて、うん、上がここで結べてニット素材の服なんですけど、モモンガみたいじゃん、モモンガに、こう、可愛い、嬉しそう、可愛くて買った、中に髪みたいな合わせて鎖骨出してピヨンがなって、大人っぽくしました。はーい、ね、ありがとう。いいよ。じゃあさ、どのコーデが一番好きかさ、指さす、自分の以外で、なんで外してるの？言われるとなんか選ばれた、ごめんね。せーの、あ、2対2、あ、オッケー、オッケー、オッケー、ナイちゃん、やったやった。ここまで組んだのはリノンさん、コーデ番長ということで、ありがとうございます。まあ、これもセットで可愛い、これ大事なこととかもすごい合ってるよ。ちなみにこのコーデでみんなだったらどこに行きたいですか？え、あります。秋なんだけど、赤ちゃんっていうことで、別に赤ちゃんは春夏秋冬いつでも大丈夫ですよ。そうだよ、アンパンマンミュージアムに行きたいです。わーい、いいね、いいでしょ、いいね、センスある、めちゃくちゃいい、可愛い、アンパンマンミュージアムね。ひよりは、まあ、そうですね、動物園かな動物園かな、動物園かな、私はカフェかな、まあ、やっぱ誰と、スキピニャー、
のね。いないの？いないですけど、恋人とかと。はい。最後、こみさんは？私はまあスタバで抹茶ロッテ。ああ、いいかも。めっちゃ似てるね。映え。いい感じです。今回は島村でね、お互いのコーデ組み合ってみた。見たんですけど、はい、どうでした？二人だけ赤ちゃんみたいな、こっちがなんかちゃんとしてるんですけど。で、けどさ、なんかいつもと違うペアじゃん。だから楽しかったよね。ね、選ぶの想像できないようなペアで、島村ってコスパもすごいいいんですよ。だから、アクセサリーまで買えちゃうし、楽しかったですね。こういうそうだよ。赤ちゃんのものから、結構あのシニアのものまで。ここから、ここまでの。これシニアじゃないの？シニアおばあちゃんじゃないの？あ、そうなの？本当に幅広い年齢層のものが島村に寄ってて、でさ、あの超10代のそうだった、島村学園さんのね、ね、コーデとか、そう、これ楽しかった、結構クオリティが高いですね。みんな4000円ぐらいで収めてるコーデなんだけど、これどこのってさ、だってさ、島村ってあんまりならないよね。確かに。なんかぜひ島村に来てみてください。はい、くださーい。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。アンパンマンミュージアムに行きたいです。おー、いいね、いいでしょ、いいね、センスある、めちゃくちゃいい、かわいい、いい感じ。